はシンガーソングライターの愛想ハリーさんにお電話をつなぎしてラジオを収録しました。拍手。もう愉快な時間でしたよ。すごい愉快でしたね。本当に昨日も面白かったんですけど、個人的に本当にそうですね。それはちょっと放送を聞いていただいた方にお楽しみいただける、はい、夜ならではの情報。そうですね。今日はすいません、ご期待に添えず。はい。いつもこんなにって、てかまあいつもではないと思うんですけど、だいたいこう誰か人といるときはこんなに陽気に話されるんですか？それは あのさっちゃん明るいからです。質問なんだろう、その質問。もちろんすごく陽キャラっていうのは方々から耳に入っていたのと、私もラジオかなんかで聞いて知っていたことは知っていたんですけど、実際こんな大先輩とお話しさせていただいて、こんなに楽しい気分にさせていただいてって感じでした。あ、そうですか、よかったです。やっぱね、なんか楽しかったって思った方が楽しいじゃない。ただそれだけですよね。なんかね、私するそのなんかこう先輩とか後輩とかっていうのって、あんまり意識しない人で、どっちかというと魂年齢と思ってるんで、みんなね、魂年齢、ほらいくら先輩でも魂年齢が割と幼い人もいるじゃん、はい、ね、おちびちゃんだってすごいおじいちゃんがいっていうような人もいるじゃない。すごいおじいちゃんだねっていう、いろいろ教えてねって。だからほんとその年齢とかじゃなくて、本当に人として、なんかお話ししたり楽しかったっていう話をする方がすごい楽しいじゃない、っていうふうに思ってるだけなので、ね。ね、僕と一緒ですね。私も永遠の38歳やってますんで。それ何？成長しないっていう。それも含めて。あ、でも、ね、私も多分永遠の15歳かもしれない。ずっと。15歳。ずっとみずみずしい。私の友人なんですけど、多分ハリーさんご存知かも。永遠の19歳、りょうさん、永遠の19歳、石塚さん、石塚さん、お友達なんですけど、そうなんですか、そうなんです、はい、もう音楽やる前からのもうずっとのお友達で、そうなんですか、びっくり、そうなんです、だからこの間もご飯一緒に食べに行きました。マジですか、すごいね、なんだろう、そのこう、なんていうの、こういう、ね、その人間関係の広さというか、なんというか、すごいですね、すごいでしょうね。彼はでも19ちゃんってずっと何年も言って、私も毎年19ちゃんおめでとうございますってメッセージを繁盛みの送ってたんですけど、 その19歳で下回る15歳のはるみさん。そうですね、なんて言っていいか、今度ちょっと難しくなってきます。かっちゃんの周りはみんなティーエンジャー。ティーエンジャーか、いいですね、そのね、まあ、好き勝手にこう寝てを超え設定が、そうですね、もう言ったもん勝ちで、勝ち負けじゃないけど、もう好きで好きに言いましょう。さて、はるみさん、こちらの、ま、ラジオでもお知らせはさせていただいているんですけども、この動画でお知らせできるライブやアルバムなどのお知らせありますか？はい、ですね、そうですね、10月の14日には、はい、熊本県で、はい、熊本市でライブもありますし、15日には、宮崎県の、日向市でライブがあります、はい、音楽館ってとこでライブがあります、詳しいところは詳しいことはブログとか、はい、フェイスブックとか、インスタに載せますので、しばしお待ちください。で、皆さんフォローを
していただければね、と思います、はい、ぜひぜひ、あ、そうそう、それから Spotify とかそういったところでも、はい、聞けますので、はい、ぜひ、アイズは検索してみてください。はい、ちなみに、東京とか関東はありますか？予定はこれから。あ、12月にね、クリスマス会的なライブがあります。じゃあ、それもの、ね、もう、おいおい発表になると、秋になったら。はい。はい、うん、なりますので、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。で、はい、ありがとうございます。最新アルバムはどのようにしたら手に入りますか？それはですね、アイソハルヒ、公式サイトに、はい、来てくだされば入れるのを買えますので、ぜひ、もしくはライブに来ていただければ、サインもします。はい。はい、皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。で、本日の、はい、収録しましたラジオなんですけども、ちょっと先になるんですが、10月の2日ですね、越谷 FM のさっちゃんのハローホームタウン、10月の2日月9です、月曜日に夜9時にリスンラジオというアプリを皆さんダウンロードしていただいて、越谷 FM を選択してくださればさっちゃんのハローホームタウンお楽しみいただけます。オープニングからはるひさんの、ね、曲をご紹介させていただいておりますが、ゲストコーナーは後半となっておりますので、皆さんね、ぜひ最初から聞いていただければなと思います。はい。では、はるひさん、最後にこちらのビデオをご覧の方にメッセージをお願いいたします。はい。ありがとうございました。ぜひ、ライブにもいらしてください。ブログもね、ほぼ毎日書いてますので、ぜひぜひ。春日の独り言見に来てください。独り言の言い方がすごくセクシー、かわいい、セクシャンでかわいい。そうですか。ありがとう。さっちゃん、ありがとう。楽しかった。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストはシンガーソングライターの愛沢春日さんでした。ありがとうございました。ありが